友達にトイレ行くから、あの蓋適当に押さえといてって言って戻ってきたらこれで横転。あまり俺を怒らせない方がいい。これすっごく知りたかった。思わず撮影しちゃったよ。一人逆張りいるのおもろい。弟が成人式の時の一緒に写真撮りたいからって急に起こされて、わけが分かってない猫の写真ほんと大好き。バイト行ったら思いっきりバツつけられて、バトルロワイヤル漫画のキャラ紹介のページみたいにされてた。昨日夢にこいつが出てきて書かずにはいられなかった。なんか乗る流れだったけど怖いから断った。この浮かれポンチがよ。仲良しの先輩が最近奥様と険悪らしい。本日ついに離婚したいと相談される。私競技離婚や調停離婚の話を聞く。私よく知らないのでスマホで調べる。私財産分与や慰謝料の話を聞く。私よく知らないのでスマホで調べる。嫁自宅 PC で調べごと。嫁検索履歴を見る。私帰宅。料理中に使ってるお箸先だけシンクに出してここに置く淑女。まあ、ずっともな。旦那のこれ本当に腹立つんやけど、なんで毎回納豆の袋だけ残すの？納豆の袋に何の愛着があんの？本当意味わからん。腹立つ。アニメオタクの友人と通話してる時の会話。フリーレン見てる？おお、見てるで。どうしたん？2期の主題歌あるやん。ヨルシカの春。おお、あの春ってな、ドイツ語に和訳するとヒンメルになるの。マジ？久々にサイゼ来たらドエリアーモン出てるじゃん。ASMR で寝ようと思ったら池崎出てきて、ほんと鬱。カラーギャフタヌーンティー、明日から予約開始です。毎晩これ。写真見返してたら高校の時暇でやってたやつ出てきた。今思うとすげえなこれ。上司からありがとうって言われた時なんて返したらいいか分からなくて、毎回小さい声でいって言ってる。鳥に戻るように圧力かけてる。北海道でこのマグネット買わなかったことずっと後悔してる。娘と旦那の誕生日も終わったので片付ける前に遊びました。いいリプやな。なんか俺の LINE 一回りでかいねんけど、なんでな。文章キモすぎたりした？ほんとだ、冬毛？数年後のブルースカイ予想。ばあちゃんのキーボードが終わった。今朝は久々に大学のど真ん中で遭難するとこだったわ。俺の家のエアコン、開き方がきしょいし、そこも開くのってとこも開くし、怪しく光る。これは遠近法のせいでバカでかくなってしまったシャチ。結婚当時、これからは喜び2倍、悲しみ半分とか意味不明なことを言っていた女友達が離婚しました。これからは元気100倍とか意味不明なことを言っていました。